友達、ロシア人の友達が教えてくれたイクラクレープを作ります。私はイクラはなんか日本のお寿司の食べ物と思ってたんですけども、そうではなくてロシア人イクラ大好きなんですよ。でよく考えてみたらロシア人ってキャビアも大好きだし、すごくいいキャビアはロシアで取れるので、あ、そうか、やっぱりロシア人イクラ好きなんだって納得しました。じゃあ今日はイクラクレープを作ります。いい？材料はまずイクラ、そして小麦粉 100g、 牛乳1カップ、あとお好みによってこのサワークリームとパルメザンチーズ、海苔を挟みますが、海苔とパルメザンは私のアイデアで、普通はオーソドックスなのは単にこのサワークリームとイクラです。でもちょっと和風味にしたかったので海苔を入れたらすごく美味しかったので、ちょっと海苔も入れてみて、卵2個、そしてオリーブオイルを1さじ、2個割って、でこれはもう、2、3回に分けて牛乳を入れます。ほんの少し入れます。こんな感じで入れます。薄いクレープなのであんまりたくさん一気に入れないで作ってください。こんな感じです。弱火でこんな感じでやります。なんか薄いクレープがロシアンクレープの特徴です。すっごく紙のように薄いです。出来上がった後は こんな感じです。ロシアンイクラクレープ食べましょう。でこれは私のアイディアでちょっと和風にしました。立ってみる。もうね、薄いから手で取っちゃわないとで、重ねても結構ちゃんと取れます。こんな感じです。おー、美味しそう。これにイクラを、うん、いいよ、そっちそっちに入れて、イクラをほーんとこんなにいっぱい入れちゃいます。サワークリームで味、サワークリーム取ってくれる。で、サワークリームをこんな感じで、私の場合はここに和風に海苔をちょっと入れちゃいます。そしてセーラバーパルメザン入れる、うん、入れる。そしてくるくるくるっと巻いて食べるよ、一緒に。はい、巻いた。これをもう手でガブッといっちゃいますね。上手にできました。今食べますね。イクラとサワークリームが絶妙です。どう？クレープも柔らかいね、薄くて海苔の香りもほんわりして、どう？チーズの方は、うん、うん、うん、もしかすごく美味しいと言って、美味しいね。うん、すごい美味しい。あ、いくら
い。こんなにいくらいっぱいです。サワークリームと絶妙。おいしい。レタスも入れちゃっていいよ。じゃあ一口。これは切って食べないといけないかも。いいよ、真ん中がぶってから切って。レタスあるし。どう？おいしい。こっち見てよ。ニコっておいしいって。おいしい。